窓口で聞き出すっていう形もあるんですけども、フィリピンの場合、結構待たされることがあるんですよ。で、書面を書く、紙を書くっていう形になるんですけども、やっぱり時間があるので ATM を使えるようになるといいですよね。受け取り方っていうのも同じで、多少待たされるんですけども、書いて、待つと。で、必ずパスポートが大体必要になるので、パスポートを持っていくって形ですね。まあ、預ける場合も大体似たような形になります。分からない場合は、やっぱ日本人の現地の、日本人移住者の信頼できる人とか、日本語が分かる現地のですね、フィリピン人の友達を作るのがいいかなと思いますね。言葉自信がなくてもですね、そんなに難しい、やり取りはないんですけれども、やっぱり細かいところ分からない場合はですね、まあ、現地にいらっしゃる場合は僕なんかに言っていただいてもいいですし、やっぱり、英語とかタガログ語の分かる、日本人移住者、または日本語が分かるフィリピン人ですね、っていうのを助けを借りるといいかなというふうに思います。あと、まあ、